はい、どうもヒロです。引き続き Vlog の時間をお届けしたいと思います。アンザさんです。アシスタントのアンザでございます。どうも皆様よろしくお願いします。まだ話足りないことありました。実はですね、まあ皆さんも見ていただいたとは思いますけれども、はい、ヘッドプレジデントの、うん、20周年のね、プロジェクトの舞台、はい、カラーズ怒涛の2日間で4ステージを無事終えました我々ヘッドプレジデントのメンバーではございますが、千秋楽の日のね、はい、最後の日に来ていただいた皆様なら分かってると思うんですけど、何でしょう。カメラが入ってたんですよ。素敵なカメラが。カメラ入ってたんですか。入ってます。何ですか。いや全然気がつかなかった。嘘ばっかり言わないでください。私のセンターのところにこうなんかカメラがこう動いてたじゃないですか。動いてました。動いてました。お客さんもその日に来たお客様は分かると思いますけど、ということですよ、ヒロさん。20周年記念舞台カラーズの DVD が発売決定いたしました。まあね、これ実はですね、もう劇場に来てくださった皆様は、皆様劇場限定で、DVD の予約購入が始まっていたんです。してたんかい。私はそうしてました。してました。予約してたんかい。そうですね。してましたよ。なんで芝田は知らないんですか。みんな知っとるやんじゃん、お客さん。いや、そうなんですが、劇場に来た人たちは知ってます。知ってる。ただ、やはり、まだいろいろね、地方に住んでいらっしゃったりとか、まあね、ちょっとそのコロナのことだったりとかっていうこともあり、ね、劇場に来てくださらなかった、来れなかった ね、皆様、いらっしゃると思いまして、今回ね、映像、そして音響を、とっても正直ですね、かけました。かけました。お金かけました、皆さん。じゃあもう前回のクオリティはもうはるかに超えてる。はるかってドーンですよ。今回は音もよく、そしてですね、映像も本当に素晴らしい、ヘッドオンプレジデント の PV をいつも手掛けてくれてる、アライブとか、アンテリア台を手掛けてくれた、石川文チームに撮っていただいて、今回そうです、ヘッドオンプレジデントの世界観をよくご存知のチームに撮っていただいたし、なんと音はですね、ヘッドオンプレジデントのレコーディングのエンジニアの、まあ、ほとんどの作品をね、ほとんどの手掛けてる、手掛けてるおさむさんのチームに撮っていただいたんで、杉山おさむさんがね、なので私全然も今回心配しておらず、まあ素晴らしい出来になるでしょう。まだ見てないんですけども、そうですね。ただ私ね、映像はちょっと実はちらっと見たんですよ、はい、よかったですよ。綺麗でした。すっげー綺麗、はい、なので皆さんね、劇場では予約購入結構な、皆さん注文していただいたみたいで、はい、なんですが今回見に来れなかった皆様の予約通販、ヘッドオンプレジデントのですね、ストアーズがですねオープンいたしましてですね、今まではベースの、ベースっていう、あれしかなかったんですけど、今回から初めてストアーズのヘッドオンプレジデント の、はい、通販サイト、ストアーズが、オープンしましてですね、そこで今回の20周年記念アルバムのカラーズの DVD が予約購入開始いたしました。わかりました。じゃあ、はい、概要欄にストアーズのページ貼っておきますので、はい、そちらでご予約をお願いいたします。お願いいたします。そしてですね、そこではですね、パンフレットとかも、見に来れなかったけど、パンフレットも、はい、買えるような状況になっておりますし、スターメンザワールドの DVD もまだそこでも購入ができますので、ぜひぜひ皆さん、初演の DVD ですね。はい、わ、はい、かりました、はい。じゃあね、仕上がりをね、そうですね、首を長くお待ちいただいてですね。はい、そうですね。ようやく購入していただいて、はい、大体ですね、発送リリースがですね、3月の頭予定になる予定なので、わかりました、はい。はい。なんかちょっと風の噂なんですけど、ヒロチャンネルを見てくださった方、はい、特典で私ちょっと言いますけど、もしかしたら、イベントが、リリースイベントがあるかとかないとかっていう話もちょっとちらっと風の噂でありますので、そちらの方も決定いたしましたらまたお知らせしたいと思います。わかりました。はい、あれ、ジャケットのデザイン、そうですね、ちょっとこんな感じになっております。チラシとかね、あれの、はい、なんですけども、シンプルにもうちょっとこんな感じになっております。はい、いいですね。もうシンプルです。はい、はい、なのでぜひぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということです。はい、ということでね、カラーズの DVD が発売されますという告知をさせていただきました。はい、安田さんでした。どうも、ご視聴ありがとうございます。